こんばんは。フランケン劇場始まります。このチャンネルはみんなが面白いと思う動画を投稿していくからよ。みんな見てくるよな。はい、どうもフランケン劇場です。本日はですね、おしゃれな食材を用意しました。じゃあ、みんな大好きリングイネ。はい、じゃじゃーん。まあ、リングイネってパスタの一種なんですけど、普通のあの細長い乾燥パスタと何がどう違うのかって言いますと、あの普通の乾燥したパスタっていうものはパスタの断面がすごいまん丸なんですけど、このリングイネに関してはちょっと楕円形になってるんですよね。だからその分パスタのソースとも非常に絡みが良くて、あとはもちもちとした生麺のような食感も味わえます。本日はそのリングイネを使って鮭のホワイトクリームパスタを作っていきたいと思います。それでは作っ、あ、ちょっと待って、ネジが折れた。誰か折れた瞬間見た人いる？ネジが折れた時は経年劣化か強制劣化か見極める必要があるよ。経年劣化の場合は定期的な点検や交換が必要だね。強制劣化の場合は作業のやり方か説明しように問題があることが多いよ。それでは、作っていきます。それではまずはパスタのソースを作っていきたいと思います。オリーブオイル、ウジョーケン。まずはね、ニンニクを炒めて香りを出していくよ。続いて玉ねぎ、ウジョーケン。玉ねぎがいい色になってきたんで、鮭の切り身をジョーカーン。皮の方からパリパリに焼いていきます。キノコもジョーカーン。まずは塩一つまみ。続いてブラックペッパー。具全体に火が通ってきましたんで、ここで一旦白ワインを入れて味を締めたいと思います。ジョーケーン。続いてパルメザンチーズ、ここはね、もう結構入れていいですよ。さらにクリーミーさを出すために生クリームも、ジョーケーン。最後に味の素のコンソメをジョーケーン。これでコンソメが溶ければパスタソースの完成です。続いてリングイネ、皆さん分かりますかね。断面が楕円形です。それではリングイネが茹で上がりましたんで、パスタソースと絡めていきたいと思います。おお、すげえもちもち。確かに見た目生パスタのようだ。できました。リングイネを使用した鮭のクリームパスタです。それではいただきます。このリングイネ初めて食べるんですけど、この麺が果たしてどういうものなのかっていうのがちょっと楽しみですよね。いただきます。あの普通の乾燥麺と全然違う。生パスタ感が半端ない。すっごいもっちりしてる。あのラーメンでいうところの二郎系の平打ち麺みたいな感じ。まあ生麺っぽいんでね、パスタのソースに非常に絡んでます。麺の中にキノコの旨味がめっちゃ入ってますね。本日はパスタ料理ということで白ワインをいただきます。それでは乾杯。綺麗な琥珀色です。
フルーティー。最後もね、美味しくいただきました。ごちそうさんです。それではバイ。ちょっと待って。それではバイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。